アメリカのジョンソン大統領とアレクセイ・ニコラエビチコ水銀1980年12月18日はソビエト連邦の政治家。ソ連共産党政治局員、ロシア共和国首相、ゴスプラン議長、第一副首相などを歴任し、フルシチョフ失脚後に公認のソ連邦首相となり、ブレッジネフやスースロフラと並び、 ソ連の最有力政治家として影響力を保持した。1904年2月21日、ロシア帝国サンクトペテルブルクの労働者階級の家庭にて、父のニコライリーチコスイ水ンと母のマトロン、アレクサンドローブナの間に生まれる。3月7日に洗礼を受けた。乳児期に母を亡くした後は、父に育てられた。ロシア革命に遭遇し、1919年に、 赤軍に志願する。1921年の召集会所後、レニングラード生活共同組合技術学校に入り、シベリアのノボシビルスクの生活共同組合に就職。組合の経済部門にいた頃のことを聞かれた、コスイギンは、ウラジーミル・レーニンのスローガンである、協調社会主義への道に言及して答えた。コスイギンは同地に6年間滞在した後、 ソビエト連邦共産党への入党を志願し、1927年に同党に入党する。1930年、レニングラードに戻り、レニングラード専門学校にて勉強し、5年後の1935年に卒業した。その後は織物工場職長、工場長として勤務中に大粛清に遭遇する。1938年から1939年まで、 レニングラード市長を務めた。1939年から1940年まで、オリモの工業人民委員を務め、以後、軽工業を中心に、主に経済関係のポストを歩む。1939年に、党中央委員に選出される。1940年、人民委員会理副議長となった。大祖国戦争においてはソ連国家防衛委員会の委員にもなった。 そして、避難評議会副議長として、ナチスドイツの侵攻に対し、ヨーロッパ・ロシアの企業、工場を、ウラル山脈移動に疎開させることや、鉄道の安定運行の維持に尽力した。1943年、ロシア共和国人民委員会議議長に昇進した。第二次世界大戦終結後は、1946年に、党政治局員候補となり、合わせて、 ソ連邦副首相に就任した。1948年2月から大倉大臣。同年9月4日には党政治局員に昇進した。古水銀の後見人であったアンドレイ・ジダーノフが1948年8月に突然死すると、その古くからの政敵だったラブレンチー・ベリアとゲオルギー・マレンコフが共謀し、ジターノフ派を排除するようヨシフ・スターリンを説得した。 結果、粛清が実行された。この際、ジターノフ派のニコライ・ボズネセンスキー国家、計画委員会議長、アレクセイ・クズネツオフ治安担当書記、そして、コスイギンらが標的となった。粛清に際しては、レニングラード事件なる事件がでっち上げられ、ボズネセンスキーら数名の共産党員が逮捕、処刑された。一方、コスイギンは、経工業大臣に降格となり、 名目上は1952年まで政治局員だった。スターリンの死から半年後の1953年9月に工業製品大臣となり、12月にはスターリンの後継首相であるマレンコフの下で閣僚会議副議長に復帰した。ニキータ・フルシチョフの権力が優勢になると、1956年にゴスプラン第一副議長に任命された。 1957年の半島グループ事件に、際しては、フルシチョフを支持した。その理由についてコスイギンは後に、血が再び流れると考えたからだと述べている。そして、同事件後に、フルシチョフが、名実ともに、党、国家の最高実力者となると、コスイギンのキャリアは、着実に回復した。1957年6月に副首相に、 再び就任し、政治局から解明された、幹部会の会員候補となった。1959年3月に、ゴスプラン議長。1960年5月4日に、閣僚会議第一副議長に昇進し、同時に、幹部会の正会員となった。キューバ危機後には、米ソ関係改善のためのスポークスマン役を演じた。そして、小水銀は、 1960年から1962年にかけて、フルシチョフ、フロルコズロフ、レオニード・ブレジネフと並び、ビッグ4と呼ばれたソ連最有力政治家のうちの一角を占めるようになった。しかし、1962年11月に、フルシチョフがゴスプランの管理や小水銀の経済改革計画を批判した後は、指導部の中枢からは外された。 1964年10月14日、宮廷クーデターとも言える手段で、第一書記兼首相のフルシチョフが失脚した。これに伴い、同年10月に、公認の首相に就任した。コスイギンは、陰謀とは無縁な、潔癖な政治家で、フルシチョフ追放の計画については直前まで知らされて、いなかった。計画を知らされたコスイギンは KGB がバックにいる。 ことを確認した後に計画に賛同した。古水銀は第一初期に就任したブレジネフ最高会議幹部会議長となるニコライ・ポドゴルヌイとトロイカといわれる集団指導体制を組む。西側からは当初ブレジネフ古水銀政権と表現されていた。1964年10月、ブレジネフは ソ連の宇宙飛行士を称える式典の中で党の権限の強化を呼びかけたが、これはブレジネフによる小水銀を予とし工作の序章だった。小水銀は元来よりブレジネフと不仲だった。そして、プラウダなどのソ連の新聞は非現実的な経済計画を策定したとして、閣僚会議とその議長である小水銀を批判した。 アメリカのジョンソン大統領とコスイギンは主に経済を中心とする内政を担当したが首相就任後の早い段階でブレジネフが当初機長として国を代表して外交権を行使することに意義を唱えた。コスイギンは非共産権では一般的であるように政府の長が外交を行うべきであると考えていた。 そして、古水銀が主導して、外交を行った結果、ヘンリー・キッシンジャー米大統領補佐官らは古水銀が、ソ連の最高指導者であるとみなすようになっていた。デタントの波に乗って、イギリスのハロルド・ウィルソン首相ら西側首脳とも、積極的に会談を行い、西側ジミエとの軍備管理交渉を主導するなど、平和的共存を模索した。 1967年の第三次中東戦争は米ソ関係の改善をもたらし、米国政府は協力をさらに促進するために、古水銀をリンドン・ジョンソン大統領との首脳会談に招待した。会談では、両首脳は弾道ミサイル迎撃システムの制限について合意することはできなかったものの、米ソの友好的かつ開放的な雰囲気を醸成する。 ことに成功した。1970年8月12日、西ドイツのウィリー・ブラント首相が放送した際には、モスクワ条約に調印し、西ドイツとの関係が、さらに改善された。1971年には、ロックフェラーラ米代表団と会談し、コスイ水ンは、米ソ関係、環境保護、軍備管理及びその他の問題について、自身の見解を示した。 また、1966年には、インドパキスタン両国を仲介し、多種ント宣言に署名させるなど、第二次インパ戦争の解決に尽力した。さらに、フィンランドのウルホョ結婚年大統領と、緊密な友好関係を築き、冷戦下にあって、両国間の活発な貿易を継続することに、成功した。1972年には、 イラクとの間で友好協力条約を締結し、以前のアブドルカリーム・カンシム政権時のように、バーストとソビエトとの間で強力な関係が構築された。経済面では、1965年9月には、計画、管理面における企業分権化を図る、経済改革を推進するが、1960年代末までに改革は頓挫し、 ソ連経済は停滞した。また、古水銀は消費財の増産を主張したが、これに対してブレジネフは、側近のコンスタンティン・チェルネンコと共に、レーニンが、蛍光業よりも農業に関心があったことを引き合いに、出し、古水銀の主張を批判した。そして、第23回党大会でブレジネフ派の主張が通る、形で軍事と農業に対する予算の増額が、 決定され、このことが、古水銀の立場に影響を及ぼした。この時点でブレジネフ派と古水銀派は共に、政治局内で過半数を占めていなかった。古水銀派には、キール・マズロフや、最高会議幹部会議長のニコライ・ポドゴルヌイがいたが、ポドゴルヌイとは、必ずしもすべての政策において意見が、一致しているということでもなかった。1968年に、 プラハの春が起こると、骨水銀の政策に対する激しい批判が巻き起こり、8月には突如として首相辞任説が広まった。これ以降、政治局内におけるブレジネフの地位の優勢が決定的になった。そして、1960年代を通して、西側諸国との主席交渉者であった骨水銀だったが、ブレジネフが政治局内での地位を固め、また、 アンドレー・グロムイコ外相が自身の権限への干渉を嫌をすると東側諸国との外交以外では外交の場から姿を消すようになった。中祖対立の最中の1969年に北ベトナムのホーチミンの葬儀の帰りに立ち寄った北京国際空港で中国の州恩来首相と会談するがこの会談からは前向きな結論は得られず 中ソ両国は1969年から1970年にかけて軍事衝突を繰り返した。その一方でソ連と中国との全面戦争だけは望んでいなかったらしく、1974年9月17日に面会した総価学会の池田大作会長に対して、ソ連は中国を攻撃するつもりも孤立化させるつもりもありませんと語っている。 1970年代中期までにブレジネフは自身の権力基盤の確立に成功した。歴史家イーリア・ゼムーフによると、古水銀は第24回党大会以降実権を失い始めたとされる。ブレジネフは政府機関に対する党の支配を強化することで、古水銀の立場のさらなる弱体化を図った。そして、 首相の権限の一部が最高会議に移譲され、最高会議幹部会議長であるポドゴルヌイの地位が向上した。1977年のいわゆるブレジネフ憲法の制定にあたっては、閣僚会議は最高会議に従属する機関と位置づけられ、ポドゴルヌイによる閣僚会議の統制が強まった。同年、ブレジネフがポドゴルヌイを失脚に追い込み、 自らが最高会議官部会議長のポストを兼任するようになると、骨水銀の権限は劇的に縮小された。このように1970年代に骨水銀の立場は徐々に弱まり、大きく影響力を失うこととなったが、時を同じくして頻繁に体調不良を起こすようになり、副首相のマズロフが首相職を代行する機会が増加した。 コスイギンは1976年に最初の心臓発作を起こして以降、活気と仕事に対する意欲を失ったように見受けられたという。さらに、コスインの病気療養中、ブレジネフは自身の副心であるニコライチホノフを閣僚会議第1副議長に指名して閣僚会議の実験を掌握させた。1980年6月に行われた 中央委員会総会では、本来ならば首相であるイ水銀が行う、はずの経済開発計画に関する演説を、チーホノフが言った。そして、閣僚会議に決定権があるすべての事項について、イ水銀はブレジネフに伺いを立てることを余儀なくされた。クレムリンの壁に葬られた、イ水銀1980年10月、イ水銀は、持病の悪化によって入院し、 辞表を提出した。その翌日、小水銀はその政治生活で手にしたすべての地位と、名誉と高級幹部としての待遇を失った。公認の首相には、第一副首相のチーホノフが昇格した。1980年12月18日に死去。76歳没。他のソ連の指導者と同様、慣例に則っ,って、 赤の広場で国葬が取り行われることとなったが、ブレジネフの誕生日の前日に亡くなったため、葬儀は3日間延期された。葬儀に際し、ブレジネフは、ソビエト国家の利益のために無欲虫無に働いたと、古水銀を称賛した。異界は、国家が演奏され、ブレジネフをはじめとする幹部らが敬礼する中、クレムリンの壁に葬られた。出たん時においては、 アメリカ合衆国の消費物資導入を積極的に推し進めた。その代表例として挙げられるのがペプシコーラであろう。1974年には南ロシアのノボロシースキーでペプシの工場が創業を開始した。それによりソ連時代からロシアではコーラペプシであり、ペプシ社のコーラ市場シェアはロシアでは75%を超えていた。 しかし、ソ連崩壊後には、コカ・コーラが、西側の飲み物として徐々に人気を集め、やがてそのシェアは変化した。ありがとうございます。